ハルトは激怒した。必ず、蚊の歯磨き粉ヘアーの王を除かなければならぬと決意した。ハルトには政治がわからぬ。ハルトは村のトレーナーである。サンドイッチのパンを投げ、ポケモンと遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日ハルトは村を出発し、農耕山越え、ジューリは慣れたしこのテーブルシティにやってきた。ハルトには父も、母もない。女房もない。妹葵と二人暮らしだ。この妹は、村のある立下な料理人ペパーを近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近かなのである。ハルトはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばるシティにやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。ハルトには竹馬の友があった。スグヌンティウスである。今はこのテーブルシティの市で、お面職人をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにハルトは街の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて街の暗いのは当たり前だが、けれども、なんだか夜のせいばかりではなく自然体がやけに寂しい。のんきなハルトも、だんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて何かあったのか、2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って街は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は、首を振って答えなかった。しばらく歩いて恩師クラベルに会い、今度はもっと、語声を強くして質問した。クラベルは答えなかった。ハルトは両手でクラベルの体を揺すぶって質問を重ねた。クラベルは、あたりをはばかる低声で、わずか答えた。中略、ポピーが、火のマントをハルトに捧げた。ハルトは、孫ついた。良き友は、気を利かせて教えてやった。ハルト、君は、真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、ハルトの裸体を、皆に見られるのが、たまらなく口惜しいのだ。勇者は、ひどく赤面した。ポピーは言った。お兄ちゃんのお兄ちゃん、カッチカチですの。歯磨き粉ヘアーの王は耐えた。スグヌンティウスで吹いた。最後のポピーのセリフでも吹いた。他の人は別に名前いじられてないのにスグヌンティウスになってるの草テラスタル。絶対最後のやりたかっただけだろ。ほう、ファンタジーパロですか。いいよ続けてと思ってたけど最後でどうでもよくなった気がするなぁ。しれっと CP 要素あるけどまあ閲覧注意ついてるしええか。歯磨き粉ヘアーの王だとラストのところであのスマイル浮かべてる顔が想像できてしまう。なんで硬くなってんだよ。歯磨き粉ヘアーの王は結局何をしたんだ。ポピーに何見せてんだ。髪型を歯磨き粉にするよう全国民に通達したとか。嫌がらせか。学生は必ず最低二回は留年するよう命令した。自分のところまで引きずり下ろそうとするな。ポピーのセリフは完全オリジナルなのほんとひどい褒め言葉。これってハルトとスグヌンティウスの絆の物語であってます。よね、困惑。集約されてるところでは熱い物語が繰り広げられているはずなんだ。ポピーに全部持ってかれてる？そうだね。どう見ても勇者と良き友の最高の絆について書かれた物語じゃないか。熱い殴り合いからの友情再確認は夕暮れの河原でやるよりはるか以前に太宰治が到達していたことを示す最高のエンディングだぞ。今回は丸ごと省略されてるだけで、王様が友情の素晴らしさに感動し改心したくだりも省略されてるだけで、サンドイッチ投げ合って遊ぶな。サンドイッチは激怒した。どこから突っ込むのが正解なんだ。困惑。何この、何？のんきなハルトってところポケモンらしくひらがな性格表記に改変されてるのかなと思ったら原文時点でそうなんだな。みんなも青空文庫と見比べてみよう。改心のくだりが省略されてるから何したのかいまいちわからない歯磨き粉ヘアーに悲しき現在。多分改心してないんだろ。おそらくすぐり、元いスグヌンティウスを貼り付けにした時点で贅油にしばかれてる。スグヌンティウスが身代わりされた時点で贅油が歯磨き粉を殴り倒してるからもう話解決してるのでは。ハルトとスグリン内の友情の問題だから。結婚式早めてくれって言ったらなんだかんだで即 OK してくれそうな妹と婿の組み合わせだな。全然口調改変されてないスグヌンティウスが時間差でじわじわ来る。言われて気づいた。笑った。なぜか一人だけギリシアナイズされてるスグリでダメだった。まあ頼めば身代わりになってくれそうだから適役だけど。スグリがスグヌンティウスなら贅油はどうなるんだろうな。贅油んてぬす。他のキャラがメロスっぽい世界観の服装してる中で、一人だけスグリの面かぶってる本物セリヌンティウスなのかもしれない。セリフはコナン君みたいに隠れてるスグリが読む。歯磨き粉王がめちゃくちゃ楽しそうにスグヌンティウスを煽り倒してそう。別に絶望楽とは言われていないが邪悪ではあるらしい歯磨き粉の王。このポピー絶対ハルトのマッパがみんなに見られるの悔しいとか1ミリたりとも思ってなさそう。終盤でハルトがスグヌンティウスと殴り合うシーン、ほっぺがもちもちすぎて SE が許そう。背景はキビパニでも血が飛んできた時のピンクのホニャホニャにしよう。でもスグリパンチは割とマジでうわ。
ってなる嫌な迫力あるから、友情の拳であれができるかは知らん。比べるが手を出せないような事態なのか。単純に他校の生徒だからでは。このパロディのちぐはぐさ、逆に才を感じる。歯磨き粉ヘアーの腕声出して笑った明日からまた仕事頑張れるわ。太宰治はどんな顔すりゃいいんだよこれ。太宰、パロルにももう少しやり方ってあると思うんだ。